国鉄 DD17 型ディーゼル機関車は1983年に登場した日本国有鉄道の除雪用ディーゼル機関車である。本校では東日本旅客鉄道への継承後に標準機に改め機された DD19 系ディーゼル機関車についても記述する。当時ロータリー除雪車の標準型となっていた DD14 型ディーゼル機関車は 二機の DMF31SB、RD ーゼル機関を搭載し、そのうち一機を除雪用、もう一機を走行用として使用することにより単独で排雪列車として運行することが可能な設計となっていた。しかし実際には排雪能力の不足や運行速度等の面から単独で使用されることはほとんどなく、後部に DD13 型ディーゼル機関車やデジュー系ディーゼル機関車を後押し用補助機関車として連結するか同型の DD14 型を背中合わせに連結する背向き充連とし本向きの2機の機関出力をすべて排泄に使用するという機関車2両運転がほとんどであった排泄列車が常時機関車2両で運行されるのは 運行費用や整備費用等の経費面から見ても、経済的とは言えないため、機関車1両で 1000PS 級の除雪能力を持ち、なおかつ自走可能という DD-14、型向き充連並みの性能を持つ車両が望まれていた。DD-53 型ディーゼル機関車は、ほぼ同等の性能を持っているが、1982年度時点で、 登場から17年経過していて設計が古いこと、大型機関2機による 2200PS 除雪対応のために機器が大型化していて扱いづらく、また、DD14 型の置き換え用としては過剰性能であったこと、そして設計に起因する種子の不都合が実運用で明らかになっていたことから、DD53 型の追加製造には至らなかった。 当時の日本国有鉄道の財務状況に鑑みると、車両を投入費用は極力抑制したかったことなどもあり、そこで当時余剰になっていた DD51 型を活用して、その507号機を高取工場で改造して1983年3月29日に落成したのが DD17 型である。台車、機関、ブレーキ部品、電気部品など、 機器の大半は、種社のものを採用し、液体変速機には、ロータリー用出力軸を増設する改造を行っている。種社の軸重可変装置は省略され、軸重は14トンに固定された。2機の機関は常に1機を除雪用、もう1機を走行用として使用する。なお、無接機の走行では、放熱機の冷却性能の関係で、 機関一機のみにより運転される。両等式であるため、5歩機は連結することができず、DD14 型や DD53 型のように、走行専用の5歩機を連結して、次期の機関を2機とも排泄用に振り向けることはできない。また、除雪作業中の機関骨障といった緊急時には、機関一機で走行と除雪装置の駆動を行うことも可能であった。車体は、 前方見通しの確保や透説状況の確認などの検知から箱型の両運転台式車体を申請した。前頭車から除雪制御を行う DD53 型と異なり、機関車本体から除雪制御も行うため、運転台、除雪操作台の位置を高くしている。外販塗色は運転室手すり。 踏み段の白色を除いて、周囲路4号の一色に塗装された。車体両端には一軸先台車を備えた、着脱式のロータリー式除雪装置が、リンク装置により取り付けられる。この除雪装置は、DD14 型の除雪装置を元に改良された、新設計のもので、機関車全長や、機関の違いに合わせて、寸法と、等節軸の変速器を変更。 DD14 型では、倒雪方向が左右に方向のみに限られていたものを、倒雪口を回転式として、倒雪方向の選択範囲を240度まで拡大し、住宅地などにおける前方倒雪や軌道空きへの接近倒雪、トンネル入り口直前における斜め後方への倒雪を可能としたほか、かき寄せ車の羽形状や、動雪用羽車の枚数などの学部にも、 種樹の改良が施されている。DD17 型は老朽化した DD14 型初期車の置き換え用として登場したが、その後の降雪量の減少による排雪列車の運転頻度の低下や、1980年代半ばにローカル線の配線が相次いだことによる置き換え需要の減少のため、結局一両のみの改造に止まっている。 この一両イコール DD171 は、郡山機関区に配置され、1984年1月には、大羽本線福島駅米沢駅間の板や峠で、初の運用に投入されたが、その直後に、大沢駅、関根駅間で、除雪作業中に脱線、一度は復旧したものの、峠駅大沢駅間でも、脱線事故を起こし、結果的に、福島駅米沢駅間を、 約10時間普通にした。事故後整備され、脱線対策としての除雪装置の重量配分や、台車軸バネの回収を経た後は、主に、藍津若松運転区に駐在して、万越再線や、只見線などの除雪に用いられていたが、1991年の、大羽本線改め記事に、DD19 型へと再改造され、形式消滅した。 王本線の福島駅山形駅間では1992年よりミニ新幹線方式による山形新幹線が運行されることになり、それに伴う同区間の標準機への改め機に合わせて DD17-1 は1991年秋に改め機改造を施行し、1992年1月31日付で DD19 型へと形式変更された。 主な改造点は、標準機の台車を申請し、狂気台車から交換されたことである。これにより、外観において種車の DD51 型から引き継いだ部分は、ほぼなくなった。改造後は、山形運転所に配置され、主に、福島駅米沢駅間の板谷峠越駅間の除雪に使用された。ロータリー車は特に降雪量の多い時にしか出動しないため、 実際の使用頻度は、ごく少なかったが、大雪の時の切り札として、山形新幹線の陶器の運行を守る役目を、担った。種車の製造から42年、DD17 型への最初の改造から25年が、経過して老朽化が進んだことと、後継として、動力車操縦車運転免許の不要な、保線機械扱いの除雪車両が収益したため、本形式は、 ラッセル式の DD18 系ディーゼル機関車とともに2007年冬季の終了をもって運用を離脱し、同年9月8日付で廃車された。ありがとうございます。